ナリオモードだ。リーダー、本気ですか？もう一度考え直していただけませんか？そんな、二人ともオーバーだよ。ちょっとレースをしに行ってくるだけだからさ。それが心配なんです。そんなわけのわからない大会に参加して、もしものことがあったらどうするんです？しかも今は第2回ワールドグランプリのヨーロッパ予選の最中です。本戦だってもうすぐ始まるという大切な時期に、リーダーが不在では誇り高き我がアイゼンボルフの威厳にも関わります。威厳とかそういうのはどうでもいいよ。それにヨーロッパ予選ぐらいならシュミットとエイリヒュの2人がいれば僕がいなくても十分勝てるさ。しかし、アイゼンボルフは僕一人のワンマンチームじゃないはずだよね。確かに。ですがリーダー、僕はしつこいのは嫌いだな。申し訳ありません。心配しなくても平気だよ。ちゃんと優勝してくるつもりだから。ですから、我々はそういうことを心配してるんじゃないんですよ、リーダー。僕らはリーダーご自身のことを心配しているんです。フィーマは公認していない。大会要項も対戦形式も書かれていない。しかもボルゾイなんてわけのわからない人物から来た手紙です。開催場所だって不明なんですよ。そんなものに無茶をしてまで参加する意味があるのですか、リーダー。最強のレーサーを決めるって書いてある。それだけで十分意味があるさ。それに僕だけに招待状が来たとは思えない。僕に来たってことは他のチームのレーサーにもきっと来てるはず。罠だと分かっていてもこの招待状を読んで参加しないレーサーはいないよ、リーダー。ねえエリヒ、そんなに僕がいないと困る？それは確かにリーダーのお気持ちも分かりますが。でしょ？なら僕がいなくてもグランプリ本戦までは大丈夫だよね。ダメです。シュミット、いくらリーダーでも今回ばかりは素直に言うことを聞くわけにはいきません。今我々が許してリーダーの身にもしものことがあったら、我々二人はどうすればよいのですか？どうしてもダメ？シュミット、ダメです。エリヒもそう思ってる？あ、はい、申し訳ありません。これがアイゼンボルフリーダーとしての僕の命令でもかい？リーダーだからこそ危険にさらすわけにはいかないんです。あまり我々を困らせないでください、リーダー。わかった。わかっていただけたのですね。レースをしよう。レースですか？うん、僕と君たち二人とでレースをするのさ。僕が勝てば大会に行く。もしシュミットとエリヒのどちらかが勝てば僕は諦めてドイツに残る。どうだい？そんな僕らがリーダーに勝てるわけが。本当に我々が勝ったら諦めてくれるのですか、シュミット？もちろん、僕は嘘はつかないよ。シュミット、本気ですか？ああ、お前もリーダーを行かせたくなければ全力で走る。二人で何としてでもリーダーを抑え込む。シュミット、無礼は百も承知だ。しかしこれでリーダーが諦めてくれるのであれば、俺は全力で勝ちに行く。お前も覚悟を決めろ、エリヒ。わかりました。じゃあ決まりだね。準備はいいかい、二人とも？はい。それじゃ行くよ。本気で行きますよ。
だったね。くそ、やはり届きませんでしたか。シュミット、エリヒ、これで文句ないよね。はい、仕方ありません。大丈夫さ、心配しなくてもちゃんと無事に帰ってくるよ。結果の見えていた勝負だったとはいえ、負けてしまった以上、我々はもう何もリーダーに言うつもりはありません。ただ、本当にお気をつけて行ってきてください。実力差をわきまえずに勝負を仕掛けたご無礼、お許しください。そんなのいいよ。それより二人ともすっごく早かったよ。これなら僕がいなくても、アイゼンボルフは全然大丈夫だね。もちろん。リーダーがいない間もレースに負けるつもりはありません。ご心配は無用です。しかし、やはり我々はリーダーあってのアイゼンボルフ。リーダーご自身もそれだけは忘れないでください。分かってる。優勝できるかどうかについては心配していません。無事で戻ってきてください。ああ、チームのためにもワールドグランプリに有益な情報を掴んでくるよ。二人とも留守は頼んだよ。はい、はい